どうも、PU25 です。というところで、動画の方撮っていこうかなと思います。というところで、本日も、やっていこうと思います、質問に向き合う系の動画になりますね。はい。私のね、座礁の動画に寄せられた質問系のコメントに、向き合っていこうと。まあ、ここの向き合うというところがポイントでございまして、まあ、全部答えられるわけではないよということだけを、皆さんに最初にお伝えしておきたいかなというふうに思っております。はい。じゃあ、行きましょうか。まず一番古いのがですね、怪我人リストについて見方を等を教えてください。怪我人リスト、怪我のリスト、まあ要はあれ、故障者リストですね。フランチャイズのことなんで、これは多分答えられるんですけど。ただこれネタバレになっちゃうんだよな。次の動画のところでこれ止めてて。あれなんだけど、まあ、一応これがネタバレになっちゃうんですけど、まあ、怪我人リストにつきましては、まあ、フランチャイズのこの画面を開いていただきまして、この上の4つの丸のこのメジャーリーグマークですね。メジャーリーグのロゴがあるところの、これですね。上から5番目、インジャリードリスト。これをね、押していただくと、ご覧のように、まあ、故障者リストが見ることができるというふうになっております。まあ、そうだね。で、これ最近知ったことなんですけど、例えばこれ故障者リストに入ってて、どうしようかな。例えばこれ、なんか間違えて、その故障者リストに入れますかっていう時に、ベンチに置いちゃったと。ね。間違えて、その故障者リストに入れずに、その、ベンチに置いたままにしちゃったよと。これ枠をね、ただ一つ埋めるだけだから、ちょっとどうにかしたいなって時に、例えばここの画面に行って、ここ今ベンチがいないので、ベンチで怪我してる人間がいないので出てこないんですけど、例えばこの選手にカーソル、クリスチャン・バスケス今怪我してるんですけど、この選手にカーソル合わせて、×を押すと、これ故障者リストは移動することができる、っていうのを最近知りまして、そこらはすごい便利だな、というふうに思っております。これはいいか。答えたやつはハートをつけていく。次、ドラフトいい選手獲得の上での見る基準などを教えてほしいです。あ、ごめんなさい。私ね、ドラフトはね、オート任せなんですよね。そう。ドラフトの指名とかオート任せで、スカウトもオートで、なんか今作からそのドラフトの選手の契約あれがなかなかちょっと面倒になってて今全然ちょっと分かってない状態でちょっとドラフトについてはね答えられないですねごめんなさい次DH 解除選手に野手登板させる方法ってありますかないんじゃないですか多分まだ今作もないはずですよ DH 解除せずに野手あれあるんだっけななんかあでもなんか今作から大谷ルールができたみたいな、なんか大谷さんが普通に、大谷さんっていうか別に DH やりながら DH で先発でみたいなことができるらしいんですけど、ちょっと私やったことがないんで、エンゼルスでフランチャイズやってないから、やる必要がないからさ。やったことない上に、ちょっとね、わかんないです。これはわからない。うん。まあ、なんか他の方が答えてるんじゃない?私あんまり詳しくないんで。次。若手って試合出したら能力上がりますか?これね、なんか、まあ、一応ね、このフランチャイズで言うと私は、例えばブルックス・リーとかを最近よく出してるんですけど、そうですね、なんかね、多分練習で上がった分と、でも試合出しといても上がる分には上がるんかな。でもなんか、一番大きい要素は多分練習、トレーニングじゃないかなと思いますね。うん。最近ちょっとトレーニングについてもね、ようやくちょっとこういじるようになって、まあその練習いじったりするようになったんですけど、まあそんな感じかな。多分、まあ試合に出しても多分何かしらの成長はあるんじゃないかな。ただね、若干そのなんか、なんて、大幅に能力がドンって上がるんじゃなくて、多分こんな感じでプラス4とか出るじゃないですか。結構その、緩やかに上がっていく感じなんで、その、なんか、なんて言うんだろうね。すごいじっくりというか、まあ、なんか、練習させときゃ成長はするんかなっていう気はしてます。まあ、出したら多分ね、普通に成長はするかなとは思いますよ。うん。ごめんなさい、曖昧で申し訳ないけど。ね。でも、まあ、野手の成長は若手だったらね、どんどん伸びていくかなと思います。次。オーダー固定の話かな。これでマニュアルにしても変わるんですけどどうすればいいですかね。これあれじゃないですか。なんかスタメン選手がマニュアルは本当にマニュアルにすると全部自分で動かさなきゃいけないので、例えばスタメン選手が怪我で離脱しました。例えばじゃあうちだったらどうしようかな、まあここのいるメンバーコレアが例えば怪我で離脱しました、60日間の故障者リストに入れますってなった時に、コレアの枠がここエンプティーになるんですよ確か。で
ここで、このラインナップの画面でもう一回このオーダーを、例えばコリアの場所に誰か入れとかないと、エンプティの状態で試合を始めちゃうと、勝手に自動で組まれたオーダーが、設定されちゃうんですよね。ここの画面でも。だから、怪我したら、まず主力が怪我して故障者リストに入ったら、その枠を埋める選手をこの画面で設定し直さなきゃいけない。そう。それをね、やっぱこう、マニュアルにする分、やっぱそこはね、しっかりと自分で見ていかなきゃいけないという感じになっております。要はだから、逐一このラインナップの画面で、怪我した時に見ておくといいかなと。エンプティになってるんでね、そういう時は。そこで、ちょっと今ね、ちょっと故障、怪我人がいないので、あれなんですけど、例を見せられないんですけど、そういう時に入れておいてください。次。守備を全部自分でやりたいんですが、どのように設定できますか？守備を全部自分で？ゲームプレイじゃないの？オフェンス、ディフェンス、ここはなんかどうかどうやどっかいじればいけんじゃないですか。これね、設定系についてはね、私、この動画自体が定期的にやってるわけじゃなくて、あれなんですよ。気向いたらやってるんですね。気向いた上にちょっと質問が溜まってきたらやってるんで、回答すぐできないんですよね。で、質問じゃない、設定系の、操作設定とかの質問については、MLB ショー20、20の日本語マニュアル見てもらった方が断然早いし、でも分かりやすいし、できると思うんで、そっちで見てもらった方が早いかなと思います。私の、気分が向くまで待ってる上に、さらに分からないって回答を、覚悟の上だったら私の動画待ってもいいけど、多分 私、基本的にゲーム操作の設定についてはほぼいじらないんですよ。スライダーを若干いじるぐらい、あと難易度いじるぐらいで、基本的にそれ以外でも初期なんで、だから設定については日本語マニュアル見てもらった方が早いかなと思います。はい。で、多分、このディフェンスの何か動かせばいけるんじゃないですか。多分どうにかなると思うよ。次。オフシーズンの契約の仕方とか詳しくわからないので、動画で解説していただけたら嬉しいです。あ、これ、え、そうですね。これはね、なかなか私の専売特許というか もう、あまたにフランチャイズをやってきた人間ですから、そこについてはね、すごい、あれかなと思うんだけど、実はこれ、過去に動画1本上げてて、それはね、全然、それを、なんていうんですか、それ、上がってるんで、ちょっとなんで探してくれないんですかみたいなこと言うわけじゃなくて、だいぶ前に上げたから、実は上がってて、ね、後で、コメントをこれ、取り上げましたけど、これについては、返信の方で、私が、その動画の URL、貼っときますんで、そちらをちょっとご覧ください。それでもわからなければ、それのね、その動画の説明もあんまりわからなければ、もう一回、わからない部分、コメントしてもらえれば、答えますんで、よろしくお願いします。ね、次。こういうなんか、私のね、得意分野はしっかりと答えていきたいね。次。これはいいや。これはなんか、別の視聴者さんが答えてくれてる。私の力必要ない。次。カメラ設定はオフセット2。これどうなんだろう。カメラ設定。カメラだからでも、ここら辺、カメラ、ここら辺かな。一応こんな感じですかね。ヒッティングビューとかは。オフセット2とかってあるのかな？あ、これか。私何してたっけ？いやー、わかんなくなっちゃった。やだ。キャッチャーとかだったっけ？なんか。ワイド。あれ？どれだったっけ？あれ？どれにしてたっけ？でもオフセット2ではないです。キャッチャーこれだ。ちょっと待ってね。一旦これを。そうか。これをまずセーブせずに戻っちゃって。多分キャッチャーだったよね、さっきね。ここに来て、慣れ親しんだ設定を変えちゃったら大変だけど、多分カメラキャッチャーだったよね。そうですね、私はキャッチャーでやってます。オフセット2ではないです。はい。これも後で文字でコメントしようかな。次。あ、終わりかな。一応、質問系のコメントは全部これで終了ですね。今回なんか全然分かりにくかった気がする。なんか、今回分かりませんが多発したね。一つこれ質問なのかどうか分かんないんですけど、一応質問っぽいので、これ後で、これもね、普通に、
後で文字で一応回答はしておこうかなと思うんだけど、一応その、あの、いつこれ質問にそれ向き合う動画だから、それでもお話しておくんだけど、次のフランチャイズは、ダイヤモンドバックスお願いしますっていうコメントで、ごめんなさい、私ね、あの、フランチャイズのチーム決めっていうのは、その、完全抽選、その、抽選アプリみたいなやつでやってて、だから、その確実にそのこれやってくださいって言われてできるものでもないんですよ。うん。それもしかも私のあの、これはあの私がその普段、その日常生活で単純にゲームするときにも、このフランチャイズのデータってやってるんで、その、なんていうの、その、できる限りこう私の中でもこう、新鮮というか、なんかちょっとわからない方がドキドキするので、そっちの方が、そっちの方を採用してるんですよ。あとすいません、あの、ダイヤモンドボックス実はね、過去にやっちゃってて、一応やったことある球団をね、その抽選から外してるんで、ダイヤモンドバックス実はやったことあるんですよね。そうなんだよ、ごめん。ちょっと前にはなっちゃうのよ、データがね。ちょっと前にはなっちゃうんだけど、一応ダイヤモンドバックスやってて、だから、あの、一応ダイヤモンドバックスの再生リストの URL 送っとけばいいかな。今なるんだけど、ごめんなさい。あの、やっちゃってるんですよね。申し訳ない。本当にごめん、マジで。っていうところで、これで終わりでございます。ありがとうございました。まあ、チャンネル登録の方もお待ちしますので、よろしくお願いします。またいつかね、この動画が上がる日が来るのか、それとも、この動画はこれで終わりなのか、これは皆様のコメント次第。別に、だからコメントくれって言ってるわけじゃないよ。別に、あの、なければないでいいんですけど、ありがとうございました。バイバイ。